さあ時刻は7時32分を回りました。寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保険医協会の提供でお送りするコーナーでございます。冒頭も言いましたけれどもね、今日はリスナーの皆さんから寄せられた質問に生で先生に答えてもらうということで、大阪府保険医協会副理事長で大阪市内で開業されてます宇都宮武弘さんとお電話つながってます。先生おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おかげさまでたくさんの質問が来ております。もうあの時間のある限り宇都宮先生に答えてもらいますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。西宮市の62歳の女性の方、新型コロナ一時期に比べて減ったとはいえ誰かが感染しているかもしれませんよね。でPCR 検査ってもっとできたらいいのにと思います。あとね、新型コロナに関連しては西成区の男性70歳の方、抗体がある人が増えていると聞きましたが、抗体があれば病気にならないんでしょうか。インフルエンザの予防注射をするように発病の可能性が低くなるように思うのですが、という PCR 検査とか抗体検査が今あちこちで宇都宮先生ね、はい、その話題になってますけども、そういう質問来てますけど、はい、これどうなんですかね。はい、そうですね、いろいろ検査あるんですが、はい、まずあの抗体と言いますのは、はい、体の中に侵入した病原体などこれを認識するタンパク質の一種なんですね。はい、この認識の方法というのは鍵と鍵穴に例えられています。はいはい、病原体の鍵が、ピタッと抗体の鍵穴に合致することで、はい、まあ、同定されます。でこうなると敵の正体判明しますと攻撃に移る、これ、まあ、免疫機能というんですけれども、はい、抗体検査というのはこの過去に感染したウイルスなどの免疫をですね、今持っているのかどうか、これを調べるための検査なんですね。はいはい、でまたあの PCR 検査、今は非常に有名になりましたが、はい、こちらの方は体の中にいる、ウイルスを、リアルタイムで今現在いるのかということを調べる検査、はい、具体的にはウイルスの遺伝子を調べるものでして、はい、したがってこの抗体検査と PCR 検査は、目的が違うということになります。はいはい、でまあ、ちなみにあの抗体があるからすなわちもうそれイコール感染しないのではないかという話ですが、はい、まあ、あの抗体検査で陽性ならコロナに対して免疫があるですとか、もう二度と感染しないというふうに判断するのは残念ながら早合点なんですね。みたいですよね。はい、理由はあのなぜかと言いますと、はい、まあ、この抗体と言いましても毒素を中和できるものとできない抗体があるからというふうに考えられているんです。はいはい、ちなみに新型コロナはですね、今現在のところ、まあ、中和できる方ではないかというふうに考えられています。はいはいはい、うん、さらには抗体というのがあのいつまでも長持ちするのかどうかというのはまだ不明であるし、はい、だから抗体を調べる検査キットのですね、こちらの正確さの問題というのも出てくるんです。はいはい、さらに言いますと抗原検査というものもありますね。ありますね。3つ目といいまして、はい、これはあの、まあ、馴染みのあるところでインフルエンザにかかった時の簡易検査、はい、医療機関で皆さん受けられたことある方多いと思うんですが、はいはい、鼻や喉の奥の、粘液を採取しまして、ウイルスとくっつく特有の物質が入った液体に入れて判断するというものなんですね。はい、はい、あと、まあ最近唾液から検査できる方法というのも出てきて今後行われることになっていくと思うんですが、あの患者さんくしゃみすると検査する側もやっぱり感染のリスクが高まりますので、はい、こういった検査がまあ可能になればかなりまあ検査する側のものの負担は減らすことができるのではないかなというふうに考えています。まあ、もう一回整理すると PCR 検査っていうのは今かかってるかどうかっていうのをね調べるもので、はい、でまあ抗体の方は過去にそれにかかった履歴があるかを調べるっていうことである。そうですね。ただ、はい、僕あのこの放送でもよく言ってるんですけども、これから第2波第3波に備えて宇都宮先生、例えばあのインフルエンザのような迅速検査キットがこの新型コロナについてもやっぱり早く欲しいですよね。本当にそうですね。はい、うん、一定のやっぱり目安になりますのでね。うん、はい、そこで振り分けて、さまざまな、ね、こう医療機関にこう、まあ、移していくっていうそういう体制しないとなかなか医療崩壊にまたつながっちゃいますもんね。おっしゃる通りですね。はい、うん、まあ、この辺ちょっと意味付けが違うんだっていうことを今のお話でよく分かりました。はい、あとですね、はい、兵庫県三木市の男性の方からこんな質問が来ています。はい、不織布マスク、いわゆるサージカルマスクですよね。はい、使い捨てが原則と言われていますが、
ウイルス除去のスプレーなどで除菌すれば数回は使えるのではないでしょうかって、これ結構思ってる人多いと思うんですよね。私もそれは気になります。ぶっちゃけ宇都宮先生どうなんですか、はい、これマスク、あのこういうご時世で足らないということで、まあ、気持ちは非常によくわかるんですね、はい、であの確かに、まあ、使えないことはないんですが、はい、ただやはり原則あの1回使用ということになってますし、あのスプレーで除菌することで本来のそのマスクの働きというものが落ちる可能性が非常に高いの で、 あ、はい、ですのでそれはまあできることならちょっと控えていただいた方がいいのではないかなというふうに思います。あの僕もねちょっと調べてみたことあるんですけど先生ね、はい、あのいわゆるサージカルマスク三層構造 の、 あのこのマスクって、はいはいはい、あの表面を帯電させることでそういうホコリとかウイルスのブロックをある程度しているっていうことは、つまりスプレーでこう湿らしてしまったら、はい、その帯電するフィルターのブロック効果が落ちちゃうんですよね。そうですね、はい、へえ、つうことはじゃあ除菌したからって言っていいかって言われたら必ずしもそのマスク 100% の効果を先生発揮しないってことですね。発揮しないですね、はい、だからといって使い捨てるのはもったいないしね。布マスクってどうなんですか先生、布マスクってどうなんですか。通気性がいいとかって言われてますけど、布マスクはそれなりに、まあ、意味はあるんですが、うん、ただそのサージカルマスクなどに比べますと、はい、あのやっぱり目が粗い。あ、はい、ですのであの容易に細かい粒子が入ってきてしまうんですね、うん、なるほどね、はい、うん、あと岸和田の男性の方から、免疫力アップすることがコロナ予防につながるという話を耳にしますが、一方で免疫の暴走過剰反応で症状が悪化するということが言われています。これはどういうことなんですか。いわゆるサイトカインストームってやつですよね、はい、先生 ね、 これね、はい、そうですね、おっしゃる通り、はい、うん、まあ、あの先ほども言いましたように外から入ってきた異物に対して戦うための働きが免疫なんですけれども、はい、あの自己免疫疾患っていうふうに、まあ、呼ぶんですけれども、はい、例えば生き物、人間も含めた生物ですね、はい、自分の組織、細胞に対してその免疫機能が過剰に働いてしまって、うん、そのことによって引き起こされるいろいろな疾患が知られてるんですね。なるほどね、はい、原因まではっきり分かってない部分もあるんですけれども、これがまあ免疫の過剰反応でのその悪化というお話になっていくのだというふうに思います。まあ、まだまだお答えいただきたいんですけれども、お時間になってしまいました、はい、あのこれからもリスナーさんの質問にリアルタイムにできるだけこうやって先生のお話伺いたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも宇都宮先生ありがとうございました。失礼しました。失礼いたします。大阪府保健医協会副理事長宇都宮先生でした。あとね、あのちょっと情報なんですけど、はい、コロナ災害を乗り越える命と暮らしを守る何でも電話相談会っていうのがね、フリーダイヤルで全国一斉に明日土曜日の午前10時から夜10時まで行われるみたいなんですよ。ちょっと電話番号ご案内しておきます。フリーダイヤル 0120-157930 0120-157930、これねぜひ何かこう困ってるっていうことね、あの特に、一人親家庭の方なんかものすごく困ってる方多いと思うんですけれども、はい、こういうフリーダイヤルの相談会が明日土曜日午前10時から夜の10時までありますので、よかったらこういうフリーダイヤルもご活用くださいということで、医療ドーナルのコーナーでした。